吉田さん、億万長者合宿に参加したら本当に1億円稼げるんですかと。本当にそういう保証があるんだったら何百万でも払いますよ、まあまさにその通りなんですけども、私から言いたいのは逆でですね、本当に稼いでくれるんですかと。本当に稼いでくれるんだったら億万長者合宿に参加してもいいですよ参加費も別に500万ぐらいでもう負けてあげますよっていう感覚ですよ。 1>, 1億円稼がしてあげようっていうのに、500万も払わないし、やることもやらない。そんな人は別に来てくんなくていいですからね。うん。やることやったから、絶対稼げるとも限らないのに、やることもやらずに稼げるんですかってね。しまいにはその人来ないですからね。アホ言うなと。言いとこじゃないですか。それじゃ